ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さん、おこまわです。ミネオです。はい、本日は噂の紙金作、こちらね準備できましたので、実際やっていきたいと思います。こちらストーリークリア後の、ポケモンジム、こちらも終わった時点で、ここにね、はい、学校最強大会、こちらが開催されますので、こちらをねクリアしていくと、だいたい1試合10分ぐらいなのかな、全部終わって10分ぐらいで、1試合あたりだいたい3から4万ぐらい賞金もらえるのかなということなので、だいたいね15万ぐらいもらえます。で、それがだいたいね、まあ、1時間あたり4試合近いぐらいになるので、まあ60万近くなるのかな、時給にして60万ぐらい。それが、完全ほぼほぼ自動でできちゃうということなので、ただそれに対していろいろ言われますが、ちょっと一番手っ取り早かったね紙金策、こちらをやっていきたいというところでありますね。紙金策っておっさんってね、はい、紙金策はこの羽ばたく神さん、羽ばたく神さんね、はい、こちらを、やっていって、レベル100、まあ、100じゃなくてもいいのかもしれないですけど、とにかく100にして、マジカルシャイン、こちらを、使えるようにしておくというとこですね。これが大事。はい。だいたいステータスこんな感じでしょうかね。レベル100で。何にもいじってないです。はい。特製古代活性、持ち物こだわりメガネとしてます。はい、こだわりメガネはね、一種類しか使えない代わりに、めちゃめちゃ特攻がね、強くなるという。はい。で、マジカルシャインひたすらね、使っていけば、まあまあまあ、なんとかなるっていう。で、いろんなね、まあいや、神さんはあかんで、あれ、校長負けたりするしなとかね、まあまあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、手っ取り早い。うん。言うて事故少ないです。はい。私も何回かやりましたけど、まあ、普通に強いです。ただ100にするのね、やっぱちょっと大変かなっていう。そういうとこなんで、まあ実際じゃあ、どんな感じか試合の方をご覧いただきましょう。どうぞ。はい。で、ね、これ、羽ばたく神、一応このマジカル社員なんですけど、まあちょっと気になる人は TP ちょっと増やしてもいいかも。10なんで、もともとが。まあ14、5?ぐらいまで増やしてもいいかなっていう。で、一つ大事なところが、羽ばたく神さんをとりあえず一匹にしないと、一試合ごとに交代しばしか、おじさん。こう出ちゃう。ね。それ出ちゃうとできなくなっちゃうんで、必ず、一匹編成にして、突撃してください。はい。で、あとは A ボタンポチポチなんですが、まあ、ポチポチちょっとめんどくさいよ、これ何や、自動化できるって聞いたんやけどね。まあ、いう方は、連射ね、連射用のコントローラー買って、A ボタンなんかテープで止めといてください。A ボタン連打ね、寝てる間にお金が稼げちゃう。わ、不思議ってね。で、今なんか3000ぐらいなのかな、まあ、3000ぐらいで買えるみたいなんで。3000で一生お金持ちだれっていうね、こういうことになりますから、頑張って、まあ、めんどくさい方は連射機でもいいかもしれません。これは一応今連射モードにしてるのかな。はい。なので、A ボタンポチポチめんどくさい方はそうしてください。で、あとね、気をつけないというのが、さっきちらっと言ってた、ちょっと確認できてないんであれなんですけど、校長先生ね、2試合以降出てくるらしい。ネルケ出てくるんだってね、まあ出てくるらしいんです。で、ネルケさんが選んだ最初にポケモンによって、出してくるポケモンが違って、なんかニャオハ選んじゃうとちょっと最後に炎系出てくるんでめんどくさいよねってなっちゃうみたい。うん、なので最初のキャラで猫系を選んだ、ね、ニャオハを選んだあなた、ちょっとそれは、その人はちょっと考えた方がいいかもしれないね。負けちゃうかもしれない。なのでそこは要注意。で、この、おかみさん。おかみさんじゃあどこにいんのってね。おかみさんは、ゼロゲートのとこにいます。はい。おかみさん、ゼロゲートのとこいるんで、ゼロゲートのね、まあ、3階の洞窟。ここが一番出やすいかな。うん。
3階の洞窟が出やすいのと、あと3階のね、まあ、私の別動画で見てもらったらいいんですけども、隠し洞窟のラッキーがいっぱいいるとこ、あそこもめちゃめちゃ出ます。で、ちょっと検証まだできてなかったんですけども、そこ結構湧くんで、しっかりご飯食べていけばもしかしたら色違いも簡単に出会っちゃうかもしれない、うん。で、素早さに関しては確か一番早いやつで307ぐらい ?6 か7、6ぐらいだったのかな。なので、307以上ぐらいにしとくと、もうこちらが必ず先手攻撃打てます。なので、そこだけは注意かな。まあ、あと気になる方はちょっとドーピングなりしてもらったらいいんですけど、さっき見てもらったステータスで、一応まあ、問題なくは進めてるので、大丈夫じゃないかなと思ってます。はい、まあ、こんな感じで、これ今 A ボタン連打状態ですが、勝手に話が進んでいく。で、試合が全部終わった後もそのままあのまま話しかけておくとまた次の試合行くという感じなので、本当に無限にできちゃうような感じになると思います。はい、まあ、途中でただ事故が起こっちゃってた場合はね、まあ、仕方ないかなっていうところ、うん。どうしてもこの大会自体ね、開くまでに一番最後までクリアしないといけないので、その辺がちょっと辛いのと、あと、まあ、やっぱりレベルね、100までしなくていいかもしれないけど、まあ、100にしとくと安心感あるよねっていうね、このおかみさん。おかみさん強いじゃんっていうね。はい。なので、とりあえず1試合目あれだったら1試合目は普通にクリアしてもらって、2試合目以降ね、この A ボタン自動金策はいいんじゃないかなと。はい。まあ、実際私もやってみて、これはやばいですね。これはやばい。本当に普通にお金めっちゃ稼げる。なのでお金稼いで、これでドーピング剤とかね、ご飯の材料、その辺とか、あと道具関係ね、めっちゃ持てます。はい。で、一応ね、賞金以外にもこういったものももらえちゃいますので、ぜひぜひ最後まで行った方はやってみては、うん。まあ、個人的にはもうおかみさん育てるのでいいのかなと思っちゃうけどね、さっき言ったみたいに、うん。ただまあその辺はいろいろ、まだね、どのキャラがいいっていうのはいろいろ出てるみたいなんで、自分にね、合うキャラクターを選ぶのがいいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、いつもご視聴ありがとうございます。またよろしければ、Twitter のフォロー、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ぜひ皆さんもやってみてください。それではありがとうございました。失礼します。